皆さん、こんにちは。インスパイアのこたです。今日もユースリームを使いまして、ネットビジネスに関する情報を生中継で15分間お届けします。今日もよろしくお願いします。ははい今日はですね最近流行った って言,います言葉 DX というものについてお話ししたいと思うんですけど DX っていうのはデジタルトランスフォーメーションの略なんですけどいやいや違うじゃんとデジタルトランスフォーメーションは D と T から始まってるから略したら DT じゃないかっていう風に思うかもしれませんが DT って訳してしまうとこれプログラミングで使ってる用語とですね被ってしまうために T ではなくてトランスフォーメーションっていうのは日本語で言うとこの変換ですね変わる って意味なんですね「トランスフォーマー」ですねという映画もありましたけど車がね、えー、変換してロボットなんてありましたけどこのようにですねデジタルに変換することを言う。 ということなので。ってことは、えー、DX っていうのはデジタル化じゃないのとかですね、えー。もしくは IT 化じゃないのっていう方がいるんですけど、えー、そうじゃないんですよね。これをね、説明するのにいい事例ないかなと思ってたら、ちょっと面白いのを見つけたので、今日はそれでですね、まず最初に説明していきたいと思うんですが、えー、こちらをね、ご覧いただきたいと思います。はい、チロルチョコ。 1です、ねえー、一つ10円でしたけどこれが1993年にです、ね、10円から20円に変えた。 その理由がまさに DX であるということなんですね。えー、どういうことってね、えー、思うかもしれません。つまり、デジタル化って考えるんだれば、10円のチュロルチョコがですね、20円になる時にデジタルになってないですよね。データになってないですよね。デジタルってね、01になってないじゃないですか。どこが DX だっていうふうに思うかもしれませんが、これにはですね、どういう意味があるかっていうと、このパッケージ見てほしいんですけど、右側の方にはですね、ここにバーコードが入ってますよね。 これがね、DX なんですよ。それはどういうことか、ちょっとね、あの歴史で紐解いていきたいと思うんですけど。 はい、ここにありますようにです、ね、チロイチョコっていうのは、左側にありますのが10円、右が20円なんだけど、新しく、ですね、今までチロイチョコってのは駄菓子屋で売ってたんだけど、これをですね、コンビニでね、売って販路を広げるために、えー、たくさんの人にね、えー、買ってもらうためにどうした方がいいかって考えたら、コンビニで売るためにですね、バーコードが必要だったんですね、バーコードで商品管理してるので、そこで商品管理してるバーコードつけようと思ったら、 この横幅が最低でもですね、21.38ミリ必要だったんだけど、チロルチョコの10円のものは横幅がですね、21ミリしか取れなかったので、わずかに入らなかったんですね。じゃあ、ということで、21.4ミリのチロルチョコをね、ちょっとだけ拡大してね、えー、まあ10円、11円にするとかね、えー、もしくは10円でちょっと泣いて、えー、7グラムとかにしてですね、7.5グラムとかにしてやればよかったかっていうと、ここでまあ20円にしてですね、えー、売ったわけなんですね。でこのバー コードをちゃんんと印刷して売ったわけなんですよこれによってどうなったかっていうと販路が拡大したねコンビニによって販路拡大したわけじゃなくて、えー、コンビニでチロチョコ買う人は20円の買うわけだからでこれ量見てもらったら分かりますけど2倍になってないわけですよ。 えー、ということはですね、<laughs> 20円したことによって、えー、もっと儲かったじゃんって話ですよね。つまり、この、えー、デジタルにする必要があったのは、コンビニにね、えー、販路拡大するために、バーコードを読み取る必要があったから、これによってですね、えー、DX したわけです。つまり、えー、デジタル化することによって、自分たちのビジネスモデルを変革させたことによって、結果的に売り上げを上げることができた。 ということがですね、DX の本当の理由になるわけですね。ということで、じゃあ実際にどういうようなステップを踏め,か踏めばいいかということに関して、この後ですね、いつものように YouTube のメンバーシップの方にですね、限定公開してですね、説明していきたいと思います。YouTube メンバーシップは、 弊社のですね、デイリー会員なんですけど、この下のリンクの方から申し込んでいただければ、月額190円から戻ることができますので、よかったらですね、今日の動画だけでも190円の価値もあるかもしれませんし、今月、そして過去の動画もですね、190円で今月見ることができますので、今月だけでも入ってみる価値あるんじゃないかなということで、面白いかなと思った方は続けてね、見るためには、ぜひですね、メンバーシップの方に申し込んでいただければと思います。ではですね、今度は新聞を例にですね、この DX っていうものについて考えて 考えていいいきたいと思います新聞はまだ DX がされていませんじゃあどうやったら DX されるかってことについて説明していきたいと思いますではこちらからご覧くださいどうぞ